昔の里山と言いますと、丁寧にやっぱり人が木とかを上手に利用していますので、定期的に木を刈り取って、その結果上手に木が生えているということがあります。でもですね、現在木の手入れをする機会が減りました。なんでだと思いますか？今月22日、富山市ファミリーパークでは、普段とはちょっと違ったガイドが行われていました。この日は、国連が定めた国際生物多様性の日。生態系に関わる問題を、園内の動物を例に考えてもらおうと、職員が解説していたのです。例えばなぜ今、鹿やイノシシの出没が増えているのか。昔の暮らしに比べて、薪や建材などで里山の木を使う機会が減ったことが原因の一つだといいます。鹿とかイノシシでそういうたくさん木が生えたところに生息したりとかしたり、あとはそういう木を餌にしたりとかするので、鹿やイノシシ増えてしまっているということがあります。少なくなっている動物を保護しなきゃならないだけじゃなくって、周りの植物とか逆に増えすぎている動物のことも考えながら生活しないといけないということが分かりました。ファミリーパークでは長崎県対馬だけに生息する対馬山猫を飼育しています。現在国内の動物園が協力して飼育や繁殖を行っています。森の中とか、あとこう田んぼにもよく現れて餌のネズミを取っているんですね。そのネズミがそもそも暮らせるための森林などが今減っていると。あとはこう田んぼの方で農薬を最近使うようになって、そうやって農薬を使うことによって、こうその田んぼに今まで集まってきたいろんな小動物とか、小さい生き物っていうのがこう減ってきていて、結果としてその山猫の餌となる生き物がなかなか手に入らなくなって、そういったところから対馬山猫が住みづらい環境にだんだんなってきている。姿を見てもらって、この現状を知っていただくと。人の活動の変化が生態系に与える影響。その問題をさらに教えてくれるのが、特別天然記念物、日本ライチョウです。標高2200メートル以上の高山帯で暮らすライチョウは、絶滅危惧種です。大きな問題、地球温暖化の問題あると思います。ライチョウの敵になる動物っていうのがとても暮らしやすくなって増えてしまったっていうのが一点。それから登山ブームなどで登山者の方多くなって、で知らず知らずのうちにライチョウが感染するような感染症にかかってしまうなどの影響も考えられております。ファミリーパークでは国の事業としてライチョウの繁殖に取り組んでいます。感染症を防ぐため、飼育は防護服を着て行っているほか、飼育者横の畑では、ライチョウの生息地にある高山植物、七かまどの苗木などを植え、餌作りにも取り組んでいます。こうした取り組みを通して、訪れた人たちに生態系を守ろうという意識を持ってもらいたい。それがファミリーパークの職員たちの思いです。動物たちが住んでいる環境をどういうふうに守らないといけないかとかあるんですが、そこら辺にゴミを捨てないでおこうとか、地球温暖化のこともありますので、電気省エネをしようとか、いろいろ私たち身近でできることはたくさんありますので、目標を立てて実行していただければなと思います。